皆さんこんにちは。もし皆さんのお友達がビジネスをしようとしてベランダでハムスターの飼育や窓際で黒トリュフの栽培をして、そのプロジェクトが何回も失敗したとしても、それは地球規模で見れば小さなものです。今日の動画では、どのように人々の十数億もの大金を無駄な予算に割り当てて、こうした数十億もの資金を失敗プロジェクトに投げ捨てることができるのかをご覧いただきます。皆さん、トップランキングにようこそ。これから皆さんに最も高くついた世界の失敗プロジェクトの数々をご紹介していきましょう。イリジウムプロジェクト。その値段は約60億ドル。モトローラー社のあるエンジニアが文明から離れ、楽園のようなカリブ海の一角で休暇を取っていたのですが、彼は朝から夜まで美しい恋人の愚痴に耳を傾けることになってしまいました。こんな世界の果てでは、彼女のお気に入りの携帯電話は何の役にも立たない電気部品とプラスチックの塊でしかないというのです。彼女のあまりのわがままにうんざりして、とうとうこのエンジニアは他の男性たちをこのような状況から救うアイディアを考え出しました。こうしてイリジウムと呼ばれる衛星通信プロジェクトが始まり、モトローラはそのメインの投資家になりました。近くに送信局があるかないかに関係なく、プロバイダーは利用者に世界中のどこからでも使える衛星を介した通話サービスの提供を約束しました。しかも価格は一定、みんなに手頃な価格です。このプロジェクトは80年代後半に始まり、その11年後にはすでに66の衛星が軌道上を回るようになりました。1998年にはこのプロジェクトは正式に運用宣言されました。しかし1年後、イリジウムは40億ドルの負債を抱え破綻してしまいます。プロジェクトの考案者の大きな間違いは、旅行好きで気まぐれな女性の巨大な市場を当てにしすぎていたことです。そしてまた、衛星電話のコストは開発者の当初の想定よりもはるかに高いことも明らかになりました。電話の価格は3000ドル、1分の通信費は8ドルで、通信の質は良くありませんでした。その上、このプロジェクトの立ち上げ時にはすでに世界中の移動通信事業者が世界中に通信アンテナを設置していて、60億ドル以上もするビッグネームのイリジウムプロジェクトは2500万ドルで売却するほかありませんでした。スポレフ144、4億ルーブル以上が使われました。誰より早く、誰より高く、誰より長く飛ぶ。当時このような課題が多くの国の航空機設計者に課せられていて、ソ連も例外ではありませんでした。単にライバル国よりも優れた民間超音速機を作るだけでなく、製造期間の短さでも勝たなければならないという課題がありました。要するに宇宙開発同様の競争が繰り広げられました。この競争の結果、2つの民間超音速航空機が世界に誕生しました。イギリス、フランスのプロジェクトコンコルド、そしてソビエト製のスポレフ144です。計画されていた通り、ソ連の航空機は1967年12月、イギリス、フランスのプロジェクトよりちょうど3ヶ月早くできました。しかし後で明らかになったのですが、こうした努力は報われるものではありませんでした。徹底的なテストをすることなく、このモデルの航空機は量産され始めました。ちなみに全ての電気機器は当時の最新のものが使われていました。またこの航空機には多くの革新的技術が施され、膨大な費用がかけられていました。合計16機の航空機が作られ、それぞれにかかった費用は2500万ルーブルです。皆さんに当時の100万ルーブルがどれくらいだったのかをご理解いただくために、簡単な例を挙げます。ソビエト時代には100万ルーブルあれば約1万人に給与を支払うことができました。スポレフ144航空機の飛行は合計でわずか102回、そのうちの55回が旅客便としての運航でした。相次ぐ故障や事故は1978年まで続き、その後は旅客便としての運航は停止されました。その上、超音速を実現させたような飛行機の新型エンジンは非常に燃費が悪いものでした。
このため絶え間ない燃料補給が必要となり、また時には燃料不足のため空港上で着陸往復ができないことすらあったそうです。ユーロトンネル、これは約100億ポンドもするラマンシュ海峡下の海底トンネルです。この冒険的プロジェクトは船やフェリーでお互い行き来することにうんざりし、電車旅行を楽しみたいと思い始めていたイギリスとフランスの人々によって始められました。ラマンシュ海峡下のトンネル掘掘に同意する日本の投資家も見つかりました。世紀の大建設は計画の何倍もの費用がかかり、また予想よりもはるかに長い期間が必要なことが明らかになりました。投資家の出資は必要額の半分しかありませんでした。不足した資金は請負業者がユーロトンネルグループの株式を右から左へ売却して工面しました。1994年秋、トンネルはなんとか開通します。しかし開通後すぐから鉄道車両や電子機器の様々な故障が相次ぎ、またトンネルの通行時間も当初の計画の2倍も長くなりました。列車はほぼ空で運行され、期待したような利益を得ることはできませんでした。さらに船会社が旅客を失わないようラマンシュ海峡横断運賃を 50% 引き下げるという狡猾な手を使いました。ユーロトンネルグループも同様の値下げをせざるを得ませんでした。初めの数年間、ユーロトンネルは絶望した株主への配当金の支払いはもちろん、負債に対する利子の支払い分の利益も得ることができませんでした。5年間以上にわたってトンネルは倒産ギリギリの状況でした。2000年代初めにやっと借入金の返済をしながら収支がゼロになりました。そして2008年に初めての利益がもたらされましたが、その利益はこの出来事を祝うための風船とシャンパンに使われました。マジノ線、30億フランが費やされました。これはフランスが作った最も有名な人類の妄想への記念碑だと言えるでしょう。1930年代、フランスはドイツを非常に恐れていて、ドイツから自国を守る決意をします。いくつもの革命の経験から多くを学んできたフランス人たちは、なんとか要塞線を作り上げました。要塞線建設は当時の陸軍大臣アンドレ・マジノが発案しました。議論に時間をかけることなく、フランスはすぐ建設にかかりました。このバリケードは地下トンネルと要塞から構成され、地下にも深く、またドイツ・フランスの国境 400km にわたって伸びています。要塞の地下には複数の階が存在し、そこには人員の居住スペース、発電所、強力な換気システム、強ゲージ鉄道、電話局、病院や休憩室が設けられ、またそこは投下爆弾からも防御できる作りになっていました。地上階にはエレベーター付きの防弾砲弾施設が配置され、これは4メートルもの分厚い壁と天井に囲まれた地面に突き出たコンクリートの箱のように見えました。ドイツはこの建造物を見て、フランスはそこに隠れるつもりであることを理解しました。フランスとの戦争を開始したドイツは、狡猾ではなく単に理論的な行動に出ました。ドイツは数多くの塹壕と掩体壕が配された攻略の難しいマジノ線を攻撃することはしませんでした。ドイツ軍は単にアルデンヌ山脈の脇を横切ってマジノ線を迂回し、ほぼ全ての資金を要塞建設につぎ込んで無防備になっていたフランスを襲ったのです。そしてフランスの降伏後、マジノ線の守備隊も戦うことなく降伏しました。現在ではマジノ線の大部分は廃墟になっていて、地下建造物や発掘愛好家の楽園となっています。ミレニアムドーム、7億9000万ポンドが費やされました。ミレニアムドームは現在は GO2 と呼ばれていますが、新しい千年ミレニアムを祝うため特別に建設された UFO のような形の巨大な建造物です。これは素晴らしく果敢な建築的の代表だと言えるでしょう。しかしイギリス国内ではこれは公的資金の最も非効率的な支出の顕著な例だとも言われています。
イギリスの首相の考えでは、高さ50メートル、直径300メートル以上のこのハイテクテントは、世界中の人々が新しい千年を迎えるために集まってくる場所であり、国庫は十分稼ぐだろうし、イギリスのイメージアップにつながるということでした。しかしながら、この壮大な建造物を訪れたいという観光客の数は予想よりもはるかに少なかったのです。そして1年後、ミレニアムドームは閉鎖され、実質的に何にも使われることなく6年間が経ち、維持管理費用だけがかさみました。結局、巨大なスポーツエンターテインメント施設を計画した会社にドームをレンタルすることで、このプロジェクトは破産を免れることができました。現在この建物は世界的に人気のあるスポーツエンターテインメント施設となっています。ドームはグリニッジ半島にしっかりと立っており、宇宙からでも肉眼でよく見えます。ちなみに、軌道上から双眼鏡なしで見える人間の手による建造物は地球上には2つしかありません。古代に建設された万里の長城と非常に新しいミレニアムドームです。さて、今日はここまでです。最後まで見てくださってありがとうございます。今日のテーマはいかがでしたか？実際のところ、お金は必ずしもお金を呼んでくれるとは限りません。大きな国の話では、失敗したミレニアムドームでさえ、次の千年が過ぎてみれば、それは決して無駄な浪費には見えないかもしれませんね。ではまたお会いしましょう。さようなら。